鳥島。鳥島は伊豆諸島の島、無人島。前島が国の天然記念物、天然保護区域に指定されている口実を参照。特別天然記念物は鳳鳥の生息地としても有名である。他の鳥島と区別して、特に伊豆鳥島とも呼ばれる。東京都に属するがいずれの町村にも属さない。東京都直轄であり、 塗装無局の出先機関である八丈市長が管理している。東京の南、都庁から 582km、スミス島の南南東約1 1 0キロメートル総府岸の北約 76km に位置する。ほぼ円形に近い二重式清掃火山島であり、日本の気象庁においては火山活動ドランク A のかつ火山に指定れている。 島の北方には鳥島カルデラと呼ばれる海底火山が存在し、鳥島はその海底カルデラの南縁に位置している。最高点は硫黄山の394メートル。現在は無人島であるが、明治時代から戦前にかけては人が住んでいた時期もあった。現在でも島の西側には1965年の火山活動による群発地震によって閉鎖された。 気象庁島気象観測所の建物が残っており、山品鳥類研究所が島に滞在する調査員の住居として地震計記録室だった建物を利用している。鳥島は東京府が1897年8月に小笠原島の付属と定め、1901年4月に八丈島の付属と定めた。九百八十年代に八丈町が先住県、島規模公実に、 島の道庁への編入を東京都に申し立てると、青ヶ島村も島からの距離の近さを訴えこれに反発した。当時の自治省、現、総務省に裁定が委ねられるも決着がつかず、2019年時点で所属町村は未定の状態である。このため、鳥島には本席を置くことができない。現在は東京都が直轄し、都の出先機関である、 東京都総務局八条市長が管理している。鳥島は噴火の影響により植生繊維の初期段階にあり、植物症は貧弱で、内陸では北西部の斜面に磯クや螺生多層などの総本類が、海岸には浜郷や学アジサイが生育するだけである。一部人間が持ち込んだ黒松や流舌卵が移植されている。鳥島はアホードリ、 特別天然記念物などの海鳥の繁殖地として有名で、かつては鳥が一斉に飛び立つと島全体が浮き上がるように見えたと、比喩されるほど多くの海鳥がいた。そのため、1930年、昭和5年の山品鳥類研究所の創設者、山品吉丸の調査をはじめとして、様々な学術調査が行われてきた。しかし、アホウドリは、羽毛採集、 食肉の目的で、八丈島出身の実業家、玉木繁栄門の手によって1887年、明治20年から捕獲が始まり、捕獲が禁止される1933年、昭和8年まで、推定約1000000和00が乱獲され、禁止された当時は50羽ほどしか生息していなかった。1949年、 昭和24年のアメリカ人研究者オースチンの調査では絶滅の可能性も指摘されたが、1952年、昭和27年に、気象庁取締気象観測所所長の山本正氏が再発見した。以後観測所職員らにより保護プロジェクトが行われ、1965年、昭和40年の群発地震による観測所の閉鎖まで続いた。 1981年、昭和56年より、環境庁、現環境省によるアホードリの生息状況調査、及び繁殖地の維持、保全事業が行われており、現在でも年数回の上陸調査が実施されている。1994年、平成6年の調査で、約159つがえが確認されている。また、オーストンウミツバメも、 数万から十数万は規模で繁殖していたが、人間と共に移入された猫、現在は死滅とクマネズミによる捕食で激減し、特に1965年に無人島化してからは、残ったクマネズミがコロニーを消滅させてしまった。現在も多数生息するクマネズミを排除することも、鳥島の自然回復のポイントとなっている。その他には、カンムリウミスズメや、 クロアシアホドリなどの海鳥、猛筋類の長原棒、イソヒヨドリやウグイスなどの鳥類が確認されているが、両生類や爬虫類は確認されていない。沿岸にはザトウクジラやイルカなどの海洋生物が海遊する。これらの生物症の特徴に加え、比較的最近の火山現象が観察できることから、植物、動物、 地質鉱物のすべての点において基調であると判断されたため、1965年、昭和40年5月10日に、国の天然記念の天然保護区域として地域指定された。また、希少な海鳥類の生息地として保護する目的で、1954年、昭和29年11月1日に、国指定鳥島鳥獣保護区、希少鳥獣生息地に指定されている。 メイン453ヘクタール。鳥島は第4期に活発な活動をしている第4期火山であり、記録に残っているものだけでも1871年、1902年、1939年、1998年、2002年に噴火が確認されている。1902年8月7日から9日の大噴火では、アホードリ捕獲のために移住した。 島民125人全員が死亡した。2012年1月1日には、鳥島近海を震源とする M7.0 の地震が起きた。江戸時代の無人島時代には、多くの船が鳥島に漂着しており、例えば、土佐の船乗り、長兵、野村長兵は、アホードリで食いつないで12年間生活し、後から漂着した者たちと一緒に船を作って、青ヶ島に出した。 またジョンマンジローら5人が漂着したのも鳥島であるが彼らは約5ヶ月でアメリカの捕鯨船に救助されている。吉村明によるとこの島に漂着し脱出できたものの記録は15例以上ある。定期便はない。交通手段は八丈島から船のチャーターもしくはヘリコプターのみである。1902年の噴火で島北部に 標高湾と呼ばれるマールができ、大正から昭和初期にかけて高湾として使用されいたが、1939年の噴火で埋まってしまった。島の西岸の初音先には、かつて気象庁が整備し、現在はわずかに一部が残っている A 港、B 港があるが、接岸はゴムボートのみ可能である。島の周囲は暗礁が多く、近づきすぎて座礁する船も少なくない。 鳥島は小笠原やグアム方面へ向かう航路上に位置し、アホードリを観察するために、クルーズ客船がすぐ沖合を周遊する。島全域が天然記念物に指定されているため、東京とより許可を得たもののみが上陸できる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。